皆さんこんにちは、霊夢だよ。皆さんこんにちは、マリサだぜ。前回の動画では、助っ人全員がタイトルを獲得した2014年の解説をしたね。神助っ人ばっかりだったな。だから今回はあまり活躍できなかった助っ人を紹介しようと思うよ。なんか嬉しそうだな。ただ、時間が入ってしまうと良くないと思うから、今回はコスパの観点から紹介しようと思うよ。コスパ、うん。単純にその年の年俸をその年に売ったヒットの数で割って、ヒット1本あたりの金額を算出してから、ヒット1本あたりの金額が高い順にランキングしようと思うよ。もちろん選手の価値はヒットの数だけで決まるわけじゃないから、あくまでも参考程度に頼むね。ヒット1本あたり100円の選手と200円の選手だったら、200円の選手の方がダメ助っ人ってことだな。そうなるね。ただ、ヒット1本あたり100円の選手は200本安打を達成しても年俸2万円だけどね。クソブラックだな。ただ動画を実際に作ってみたところ、動画時間がかなり長くなっちゃったから、今回は申し訳ないけど前編と後編に分けさせてもらうよ。申し訳ないぜ。じゃあ、早速行ってみよう。ランキングを紹介する前に何個か注意書きを書いておくよ。まず、今回は2000年以降の選手のみだけど、2021年度はまだ終わってないから含めないよ。次に複数年阪神に在籍していた選手の場合は、年俸も安打も合計するよ。ブラジル選手のように阪神以外のチームにも所属していた選手は、阪神での成績のみを合計するってことだな。そうなるよ。最後に例安打の選手は話すことがないからカットするね。じゃあ早速10位から発表するよ。10位はボア選手だ。ボア選手がランクインするのは意外だな。そこまで外れってイメージはなかったぜ。確かに今回紹介する選手では一番ヒットは多いし、ホームランも17本打ってるからね。ただ今回の検証の都合上、年俸が多い選手が上に来てしまうのはしょうがないんだよね。なるほどな。ボア選手は守備範囲がカラーコーンって言われたりとか、開幕戦で実況アナウンサーにバースの再来って連呼されたりとか話題の多い選手だったよな。そうだね。球団記録となる開幕からの18打席連続無安打を記録していたあたりは嫌な予感しかなかったけど、そこからはホームランを量産して、7月28日のヤクルト戦ではサンズ選手と共に、NPB 史上初となる新外国人同士のアベックホームランを達成するなどそれなりに活躍はしたと思うね。活躍はしたけど年俸には見合わないと判断されたのかな。そうかもしれないね。続いて第9位は、ソラーテ選手だ。今度はセクシータイムのソラーテ選手か。またネタの宝庫だな。確かにそうだね。ソラーテ選手はシーズン途中の7月に入団し、同26日に1軍登録されたんだ。そしてその日のうちに、2番ショートでスタメン出場を果たした巨人戦でいきなり決勝ツーランホームランを放つんだ。そして同月の30日には5回裏に球団通算8000号となるツーランホームランを放った後、最終回には左翼ポール直撃のサヨナラツーランホームランを放つ大活躍を見せたんだよ。とんでもない大活躍だな。ただそこからは不調が続き、20試合で降格すると、9月の再昇格までは出番がなかったんだ。しかし、9月に昇格となったのにもかかわらず、モチベーションが上がらない、という理由で、昇格が見送られ、その後退団が決まったんだ。そうだったな。今は歌手デビューしてるらしいよ。概要欄に貼っておくね。ただ、ソラーテ選手のおかげで勝った試合もあるし、そのおかげで奇跡の CS 進出に繋がったのもあるから難しいところだよね。嵐のように現れて嵐のように去っていった選手だったな。続いて第8位はキンケイド選手だ。名前だけは聞いたことあるかもってレベルだな。この選手は一言で言うと、当たり屋って言葉がぴったりだよ。当たり屋、うん。キンケイド選手はホームベースに近づいて構えることからデッドボールの不安があったんだけど、内角攻めを避けない姿勢や、むしろ自ら肘や膝を出す姿勢を見せたことから、デッドボールの数がどんどん増えていったんだ。実際初打席で上原浩二投手からデッドボールを受けた後、開幕7試合目で6個目のデッドボールを受けているからね。
ほぼ1試合1個ペースだな。ただ、そのデッドボール狙いの姿勢はとてつもなくハイリスクで、実際6個目のデッドボールは頭に食らったんだけど、マウンドに向かう途中で倒れているから普通に危ないんだよね。そりゃそうだよな。結果、5月11日の巨人戦でのデッドボールで左手小指を骨折して以降は、8月に一度1軍に上がっただけでその他はずっと2軍暮らし、その8月の昇格でもダイビングキャッチで負傷したんだよね。プレイスタイルのこともあってか怪我で苦しんじゃったんだな。続いて第7位はロサリオ選手だ。ここで出るのか、もうちょっと上の順位だと思ってたぜ。確かに年俸が高いから私もそんな気がしていたよ。まあなんだかんだ68本ヒット打ってるからね。ヒットは打ってるけど、その分年俸が高いからここにランクインしたってことだな。そういうことだね。ロサリオ選手は、MLB で3年連続2桁本塁打を記録したことや、KBO で2年連続で打率3割、30本塁打、100打点を記録した実績が評価され、阪神歴代外国人選手の入団1年目では事実上の最高額とされる、推定年俸3億4000万円に出来高分を加えた1年契約が結ばれた。期待が伺えるな。そしてオープン戦では打率、1割4分3厘、1本塁打、4打点だったものの、4番ファーストで開幕を迎えるんだ。開幕の巨人3連戦では安打、打点、ホームランを記録してしばらくは4番に固定されたんだけど、徐々に外のスライダーが苦手という弱点が浮き彫りになった結果、4番を外されたりスタメンから外されたりとだんだん出番が減っていき、6月3日に抹消されるんだ。その後、7月17日に再度登録されたものの、8月27日に再び抹消され、シーズンが終了したよ。確かに年俸には見合わない成績だったかもしれないけど、ロサリオ選手自体は、野球に対して真摯な姿勢を持っていたり、西日本豪雨の際には100万円を寄付したりと、素晴らしい人間性を持っているだけに活躍できなかったのが歯がゆいよな。じゃあ前半戦最後となる第6位を。第6位はフォード選手だ。正直あんまり記憶に残ってないぜ。フォード選手は、メジャーでは2004年に、2割くぶくりん、15本、72打点、20盗塁の成績を残したものの、そこからは突出した成績は残してなくて、来日前年はほぼ 3A 暮らしだったんだ。その割には年俸が高い気がするな。オープン戦での調子が良かった分シーズンでも期待されたんだけど、開幕からしばらくヒットが出ず、その後も結果が残せなかったことで徐々にレギュラーの座を追われていき、7月20日の中日戦で4回2点を返しなおも1死1、3塁の場面で、1ストライク2ボールから、ワンバウンドするボール球に2球手を出し三振。これに対して岡田監督は、一人野球がわかっていない。あそこできちんと四球を選べたら今頃ファームには落ちてない、と激怒。翌日2軍に落ちていこう、二度と1軍に戻れなかったんだ。なんだかかわいそうだな。というわけで本日の動画は以上だけどいかがだったかな。意外な選手がランクインしていたり、逆に意外と順位が低いなって選手もいたりして、個人的には面白かったな。確かに私もロサリオ選手はもっと上位かなと思っていたし、ボーア選手がランクインしたのも意外だったね。マリサは1位は誰だと思う？今のところ2択で悩んでいるぜ。ただ、もしかしたら考えてもいない人が1位なのかもしれないよな。そうだね。私も2択くらいで悩んでいるからその予想が合ってるかも含めて、後編のお楽しみだね。確かにそうだな。後編は今のところ来週の土曜日にアップする予定なんだけど、この動画が好評ならできるだけ早く完成させて前倒しで公開するから、チャンネル登録、高評価、コメントなどで応援していただけるとありがたいよ。応援していただけると単純に嬉しいってのもあるから、私たちのモチベのためにもよろしく頼むぜ。ではまたこの動画の後編でお会いいたしましょう。本日はご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。